疲れ様でーす。お疲れ様です。今日はですね、そこにマサトーンさん来てるんですよ。マサトーンさんでいいですか？はい、ですよ。マサトーンの飯塚さん来てて、ちょっとね、皆さんにご紹介したいエフェクターがあるということなので、ちょっと お借りしてもいいですか？はい、よろしくお願いします。これでございます。デモ用って書いてます。ハードロックマシーンですか？はい。これいいっすね、なんかデザイン性が綺麗ですね。 ありがとうございます。これなんかコンセプトはどんな感じなんですか？コンセプトはですね、うん、一応ハードロックに最適なディストーションペダルっていうことで、ああはい、はい、もう最も適したやつを作ってみようと。はい、まあ、音の太さ、あとは音の芯の強さ、あとは歪みの抜け、まあ、だからこそハードロックマシーンなんですよ。もうハードロック、ハードロック以外でもいけるんでしょ？でももういけますね。ハードロック専用と言ってますけど、はい、他でも大丈夫なんで、他で弾いちゃいけないっていうのはダメです。ま、日本人真面目やから、これもハードロックで書いてるから、他では絶対使ったらダメですみたいな。いや、全部いけますから。ちょっとね、今日はこれをまあ弾いてみてどんな感じかっていうのをね、試したいとね思います。なんかあのおすすめセッティングみたいなのあるんですか？はい、まず、じゃあまずこの繋がずに。いいっすね、渡して決めてもらってからやるみたいな。新しいですね。いきなりですけど、一応ゲインマックスで、はあ、行きましょう。あとミドル上げ目、はい、トレブルちょっと上げ目ぐらい、はい、この辺からちょっとお試し。クリーンこんな感じです。この状態で、じゃあちょっとピッと。これ、ね、確かにおっしゃられる、はい、これもハードロックに、ハードロック感出てますか？最も適した、地球上で最も適した。ハードロック感出てますよね。真空管っぽい音出ますよね、これね。そうですね、一応真空管っぽいよ、ぽい、そうですね。あ、狙ったみたいな、はい、いや、出てると思います、この中。みんなやっぱりそこら辺目指しますよね、うん、作る人っていうよりかプレイヤーも、はい、やっぱどこでもある程度真空管のような、うん、あの音が欲しいというか、なんかこれすげえ出てる感じがするので、ね、少し絞ってみて、ね、この感じもいいですWe'll be right back.
りやるねえ刻んだ時これがすげえ真空管っぽい、はい、あ、いいじゃないですか。いいっすね。たまなんかあの。今のエフェクターこれだけで軽くリバイブ入ってるだけですけど十分使える。逆にあんまいらないかもしれないですね。うん、変にリバーブとか多めにかけたり。そうですね。あの、ディレイちょっとあってもいいかもしれないですけど、なくてもいけるって感じ。一番ね、これの良さとかギターの良さとかアンプの良さも出るからこれはバコンで弾いてほしいですね。マシーンです。弾いてる人がこう、うん、なんか弾いた瞬間の感じとか、あ、はいはいはい、そういう返ってくる音っていうのがすごいやっぱエフェクターだと重要だと思ってます。そうですね、まあ。そういうところが、うん、まあ、弾き心地良いような、まあ、例えばコンプ感だったりとか、あ、はいはいはい、食いつき感だったりとか、そういうところが気持ちよく感じると、まあ、乗ってくるっていうところもあると思うんで。そう、それが大事です。はい、前なんかどっかの楽器屋の人と言ってて、はい、なんかもうパッて弾いて、うん、いいか悪いかのみみたいな。わかります意味、なんかこうやっぱこれはここだからこうだねとかじゃなくてパッて弾いてあいいねみたいなのがもう全ての答えであって、で、まあ、その後なんかこういうのを考えて作ってるとかって入ってくるんですけど、まあ、素直にいいと思ったので転倒でね試奏してもらったり、そうですね、ぜひね、はい、弾き倒して、あのマサトーンさん過去にこういうエフェクター作ってますから参考にしていただいて、またあじゃあツイッターとか、はい、載せておきますんで、あ、まあ、そこから情報を拾ってもらったりして、まあ、的な、はい、マサトーンの、ハードロックマシーンでした。今後もね、まだ来てくださいよ、ぜひぜひ、もう随時宣伝していきますマサトーンチャンネルに変えてきますまたいろいろやっていきますんで、今後ともねよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。